はい、では少しロイドルートの方を進めてみましょうか。これですね。3月19日クロスベル南部お、マジ君、トキヤちゃん、あ、見えてきたよ。うん、どこに向かってるのかな。あー、病院か。ウルスライカ大学病院ですね。黒の衛士の気配はなさそうだな。このまま上陸しよう。うん、病院には衛士隊がいないと。いや、うん、到着。なんとか無事にたどり着けたか。しかしやっぱり市街はそこまで警戒されていないみたいだな。うん、クロスベルの市内は本当に衛士隊が完全に占領しちゃってる感じでしたが、まあ、アルモリカ村とかね、その辺りは全然衛士隊の手が回っていないと。これも新総統の余裕の表れなのかもね。まあ余裕なのか、手が回ってないのか、ちょっとまだわかりませんがね。あの後村に追撃が来るくらいは覚悟してたけど結局なかったし、本当に俺たちのことは障害とすら思ってないのかもしれないな。うん、そういうことなんですかね。油断してるのかな。だがそれならそれでいい。俺たちは俺たちらしく、支援家は支援家らしくあがいてやるだけさ。ナキーが、うん、リーシャのことはちょっと心配。うん、そうか。イリアさんがおかしくなってしまったと。で、マサンサンさんのこともあると。うん。いうことですが、リーシャさん今どうしてるのかな？うん。前日、古戦場一軒から一夜来たアルモリカ村。ごめんね、リーシャ。サンサンさん、正気に戻ったのかな。私、どうしてあんな、リーシャたちを引き渡そう、なんて。いやー、洗脳というか精神制御されてしまっていたんで仕方ないですね。いいの、サンサンは悪くないわ。私の方こそごめんね。私気づけなかった。サンさんにあそこまで心配させてたこと。イリアさんがいつの間にかあんな風になってしまったことも。いやー、まあ事態がね、水面下で、進行し、そして一気にことが起こってしまったので、なかなか気づくのも難しいですよね。リーシャ、ワジ、サイド、ワルドニー、それからスカーレットさんでしたか。うん、改めて危ないところをありがとう。本当に助かったよ。間に合うかは賭けだったけどね。潜伏して黒の衛士を探っていたところで、サイトが危機を知らせてくれたんだ。うん、そうだったのね。ワジ君たちも無事でよかった。サイトもありがとね。それから本当に久しぶり。解放作戦でも結局会わずじまいだったからな。まあ、解放作戦の時も、手伝いに来てくれてたっぽいけど、まあ、大々的にはね、来てなかったからね。そうだよ、サイトってばすぐにどこかに行っちゃうんだもん。
うん、まあ本来はあんまり人前に出るべき存在ではないでしょうからね。あれからティオとずっと待ってたんだからね。うん。すまぬ。聖獣としての一線もあってな。うん、まあ基本的にはあんまり人と介入しちゃダメなんだ、人に介入していっちゃダメなんだけど、まあ本来の目的である、見守るべき司法、幻の司法が失われてしまっているんで、まあある程度好き勝手やってもいいよという感じの状態ですよね。とはいえ、やっぱ声優だからあんまりみたいな。ちょっとまあ、サイトさんの中でも、うん。悩みがあるのかもしれない。ロイドたちも含めて背が伸びたな。人の子の成長というのは早いものだ。うん。中身の方も少しは成長できてたらいいんだが。私もまた会えて嬉しいわ。改めてお帰りなさい、ザイト君。ああ、ただいまだ。女神の聖獣か、経典でしか存在は知らなかったけど、うん、まあ、聖杯騎士団の人も、そうそう会えるような存在ではない。まさか教会に出戻ってきてから、本物にお目にかかれるとはね。いやー、最初に、天霊将かな？のオエラ型に報告した時の顔は見物だったよ。まあそんなのが警察犬なんぞやってたなんて知ったらな。いにしえの名役ってのはすでに失われているみてえだが、バルドがそういうことを話すのってちょっと新鮮だね。ははいまだにな、うん、まあメガネも含めて似合ってないよということかもしれませんね。いい加減慣れろや。ああ、賑やかのはいいが、そろそろ本題に入らないか。あんたらが手に入れた情報のおかげで、次の方針が決められそうなんでな。ええ、西側にある、ラインフォルト軍需工場。うん。ワニたちの調べで黒の兵士隊たちが出入りしているのが分かった。西側というと、アインツ方面だと思うんですが、ルーファスさんと合流したりするんだろうか。ああ。どうも例の新型魔鋼騎兵もそちらから運ばれたものみたいだ。うん。これね。クロスベリにあれだけの機体を持ち込めたのはおかしいと思っていたわ。うん、まあ、近くでたくさん作っていたと。その場合、間違いなく帝国政府やラインフォルトが気づいたでしょう。うん。でも帝国から運び込んだのではなく、クロスベル内で秘密裏に作られたとしたら、確かに色々と辻褄が合うかもしれないな。もともと対戦のため、ゾルゲやメルギア、まあ、ゾルゲとかメルギアっていうのが、魔鋼騎兵の騎手の名前ですね。を生産していた場所の一つでもある。うん。だから、今は帝国政府とか、ラインフォルト本社が感知していない状態で、クロスベル クロスベル統一国の新総統たちが、まあ、勝手に、もともとあった工場を使って、こういう機械を作っていると。うん、まあ、裏に見くらう蛇が関わっていそうな気はするけどね。やはり新総統の一派どもは失われたはずの黒の工房の技術を何らかの形で利用しているんだろう。まあ、黒の工房、そうですね。うん、まあ、うん。まあ、ざっくり言うと、もともと、ミクラウヘビの、ミクラウヘビに所属していた工房の一つ。
ですが、この黒の工房は、ギリアス・ワオ宰相に乗っ取られて、ミクラウヘビから、オズボウ宰相の、ものになっていたんですね。で、この黒の工房も、ちょっといろいろ裏があって、そのうち出てくるかな。とにかく、ああいう魔法騎兵とか、そういった、すごい兵器をたくさん作っていた工房ですよと。もともと結社のものだったけど、イリアス・オズボーン宰相に乗っ取られていたと。で、しかもオリジナルよりもさらに高性能な形で、その技術を今、クロスベル統一国の人たちが、高性能な形で再現してしまっていると。今回も何らかの形で攻防が絡んでいるのは間違いありません。あの仮面の存在も含めて、これね。イリアさんを表現させた家、無理やりこう、のを規定しているという代物。黒の工房は、もともと、こういった仮面、イリアさんがつけていたような仮面を使って、人を操るみたいなことを、やってたわけです。ので、イリアさんにつけられていた仮面も、似たようなものであるだろうと。あれについてはトールズの人たちの意見も聞きたいところだけど、とにかく今、軍需工場で新型魔法騎兵について探るのが先決だ。今回の事件の裏側、新総統たちの背景につながる手がかりが必ずあるはずだ。問題は場所か。軍事工場があるのはクロスベルの南側。今はこの青丸の、アルモリカ村ですね。で、軍需工場があるのは、東側ですね。で、俺たちは、北東のアルモリカ村にいる。周辺に黒の衛士隊が包囲網を敷いている以上、そちらに向かうのは至難の業だろうな。まともな道で行こうとすりゃ、町を経由するしかなさそうだからな。例の教会の作戦ってメルカバも今は使えないんだったよな。メルカバっていうのは、聖杯騎士団の守護騎士という人たちに与えられる、特別な飛行船ですね。かなり高性能で、いろんな機能を備えている非常に素晴らしい船です。これね。ひとまず見つからない場所に隠して、他の獣騎士たちに見張ってもらっている。獣騎士っていうのは、マジ君たちの部下に当たる人ですね。どうやら独立国の時よりもかなり高性能な対空レーダーが要所に設置されたらしくてね。ので、早々、飛行船で、移動することができない。従来のものと違って、光学迷彩すら看破できるほどの優れものみたいだ。ということで、このメルカバには光学迷彩、要するにステルス機能ですね。が備わっています。が、そのステルス機能も見破ってしまうようなレーダーが設置されていると。そんなものまで。なく、帝国軍でも実現できてない技術だが、工房が絡んでるとなりゃあり得るか。だったら一度ウルスラ方面を目指すのがいいかもな。
ウルスラ方面ですか？でもどうやって？実は念のため異変の直前に動力ボートを手配しておいてな。そいつを使えば対岸までは行けるはずだ。うん、だからまあ湖を渡ってミシュラム、ね、ミシュラムじゃない、ウルスラに行こうと。なるほど、かなり遠回りにはなってしまうけど、ここよりは軍事行動に近くなるし、別のルートも見つかるかもしれないな。ありがとうございます、レクターさん。話はまとまったようだな。ならばこの地のことは一旦そうだったらに任せるとしよう。うん、まあ、斎藤先生は来てくれないと。あんまりいろいろ、口を出すと良くないよ、という感じなんでしょうか。斎藤また行っちゃうの。ああ、今のうちに当たっておきたいつてがある。聖獣のお仲間でしょうか、それとも狼のお仲間でしょうか。何、すぐにまた会えよう。同じ支援家として進む限りな。分かった、どうか気をつけてくれ。ちょっと寂しいけど気をつけてね、ザイと。うむ、お主らもな。申し訳ないけど、私もこちらに残らせてもらおうと思う。おじい様のお世話もあるし、もし英氏が村に来た時にも、交渉などで力になれそうだから。そうか、でも確かに分担は必要だな。私も病院方面は気になるけど、療養所のお手伝いを優先するわ。うん。で、まあ、セシル姉さんは、さっきね、教会、ね、クロスビル市にある大聖堂に、ね、物資を運んできてくれてたからね。アルモリカ村で療養所のお手伝いをすると。議長閣下に早く良くなっていただくためにもね。うん。まあ、とりあえずこのマグナイル議長が元気にならないと、まあ、クロスベル市自治州側はなかなかうまく動けない。マクダイル議長が復帰したら、動けるようになったら、また交渉もね、クロスベル新、統一国側と交渉を進めることもできるんじゃないかと、こういうことですかね。セシルさん、すいません、お願いします。実は俺もここらで独自の情報を当たろうかと思ってたところでな。そもそも動力ボートの定員もあるし、大勢で潜入ってのは難しいはずだ。村の守りや情報収集も考えると、ある程度人数は残した方がいいだろう。でしたら、私も村に残ります。まあ、サンサンさんのこともあるしね。リーシャ、怪我もあるし仕方ないかもしれないね。すみません。今は少しだけ時間が欲しいんです。まあサンサンさんのことというよりは、まあ、イリアさんに今後どう向き合っていくかというのを、まあ、心だったり頭だったりを整理する時間が欲しいと、こんな感じでしょうかね。イリアさんやサンさんのことにもきちんと向き合うためにも。フリシャがそう言うなら、俺たちも反対しないしさ。で、きっと前に進む道は見つかるはず。一緒に頑張りましょう、リシャさん。ありがとうございます。だったら、キーヤはロイドたちと一緒に行くよ。キーヤちゃん。わかっているはずだな。軍事工場に向かうのがどれだけ危険か。よりもあるし、何が待っているのか、まだ全然わからない状況だもんね。でも、情報収集やオーダーでのサポートなら、ギアも今までずっとやってきたから。で、軍事工場でデータを集めたりするなら、この中で一番手伝えるはずだよ。確かに君ならその辺は間違いないだろうね。
軍事工場には僕も同行する。多少の危険には対処できるはずだ。いざって時は聖痕も使える。それほど心配はいらないんじゃないかな。まあ、聖痕っていうのは、教会の聖杯騎士団の守護騎士ですね。守護騎士と呼ばれる人たちが使える、まあ、特殊な能力です。まあ、逆に言うと、この聖痕が発動してしまったので、和治くんだったり他の人たちは、聖痕の力が、覚醒してしまったために、和治くんは、守護騎士にならざるを得なかったと。まあ、それほど特別な力ですね。うん。あ、そうだな。二人がいてくれたら心強い。よろしく頼む、和治キーヤ。いつまでも心配してるだけじゃダメよね。キーヤちゃんロイドのことをどうかよろしくお願いね。うん、任せて。少しは希望が見えてきたやもしれぬな。こちらが前を向いているならば。楽観的すぎ、楽観的すぎる気もするがな。ま、立ち止まるよりはマシでしょう。だな。あの時奴が言っていた言葉も一度考えてみるといい。奴とは、ルーファス新総統かな。お前さんたちが前に進むためのヒントになるかもしれねえ。まあ、ただの監査。いや、あの時、やつ。軍事工場は頼んだバニングスたち、女神の加護を祈っているぜ。せいぜい無駄なあがきをするんだな。うん。まあ、この人たちが言ってた言葉ってことか。見失った今のお前らなんざ何の障害にもならねえだろうが。うん、何かを見失っていると。うん。新総統に敗れたあの時から、いやそれよりも前から、ワルドとスカイレットにも村の守りを頼んだし、ひとまずあちらの心配はいらないだろう。うん。マイリーさんとかもいるしね。僕らもそろそろ動き出すとしようか。うん、キーヤたちはキーヤたちなりに頑張らないとね。あ、そうだな。ロイドルトさん、幻想を超えて、まずは軍需工場に向かうルートを探すところからだ。一度病院の様子を見ながら情報収集してみよう。こちらにもそれなりに逃げてきた市民たちがいそうだね。もしかすると、その中に、あ、とにかく一通り見て回るか、うん。誰かね、ランディーとか、ティオスケとか、まあ、いるとしたらティオスケかな。いるかもしれませんね。キーヤがエクストラ枠に設定されました。同行しているキーヤがエクストラ枠に設定されました。直接戦闘には参加しませんが、強力な王座で仲間を援護してくれます。うん。でエクストラクは編成メニューで、おばあちゃんとかに変えることもできるよと。うん。キーヤちゃんついてくる。ここなら釣れそうだな。釣りもできる。ここなら釣れそうだな。うん。キーヤちゃん話してみますか。まずはウルスラ病院を回ってみるんだったよね。病院に来るのも久しぶりかも。みんなどうしてるかな。うん。まあ、病院に誰かいるんでしょう。どうしようかな。先にロイドルート少し進めますかね。まあ、とりあえず、バル。うん。
ワルドさんの人物像と確認しておきましょうか。銃騎士として、ワルドはワリと共にロイドを窮地に加勢、スガレットと共ども銃騎士として知識も技も磨かれているようだ。うん。ということみたいですね。はい。あとは大丈夫かな。はい。じゃあ、一旦、無限回路戻ろうか。うん。はい。では、先にちょっと、無限回路、行ってみますか。あれ？さてと。こうか。あれ？こうか。で、こうか。新たな来訪者を登録。うん。で、これでワジ君とキーヤちゃんが、合流すると。で、じゃあワジ君とキーヤちゃん、ちょっと探してみましょう。はい、ワジ君いたので話聞いてみましょうか。調子はどうだい？うん、やれやれ、まさかこんな空間にみんなして巻き込まれてたなんてね。鏡か。過去の事例を考えると、古代遺物アーティファクトですね。アーティファクト絡みの可能性は高そうだけど、ここまでの力を持つ者がポッと現れるっていうのをちょっと考えにくいな。一体どこから湧いて出たのやら。謎ですね。マジ君、守護騎士でもわからないと。じゃあ、キヤちゃんも探してみましょう。キヤちゃんいました。なんか、エリオット君の演奏を聞いてるのかな。うん、まさかこんなところでユーナたちに会えるなんてね。現実世界の記憶はないけど、キーヤにもこれは全然見えなかったみたいだね。まあなんか、やっぱり尋常じゃない事態なんだな。うん。まあ、キーヤちゃんですら、わからなかった事態と。まあ、もともと裏技みたいなものだし、そこまで依存するわけにはいかないが、あくまでロイドやみんなで力を合わせて解決するものなんだと思う。一緒に頑張ろう。キーヤも頑張るから。ああ、うん。やあ、お疲れ様。うん。どうも、お疲れ様です。うん。特にキーヤちゃんが来たからといって反応は変わらない。うん。うん。うん。では、戻ってみましょうか。で、ちょっとまあ、このまま、しばらく、ロイドルート進めてみましょう。病院の中に何か、いそうな気もしますしね。うん。じゃあ、まあ、釣り中しときますか。ここなら釣れそうだな。うん。あれ？どこ？どこだ？どこ？ここなら釣れそうだな。どこだ？ん？ここなら釣れそうだな。あ、ここか。それ。うん。よし、来た。いった、ダメ。しまった。それ。よし、来た。いい手応えだ。大きい魚ですね。カルプかな。カルプじゃなくて、レインボーかな。ちょっと、全然釣れない。全然釣れないんですが。ちょ。じゃ、ダメだ。あー。しまった。これ、釣りがダメなのかな。無限回路で釣り具変えたっけ。ちょっと、見に行こうか。ちょっと明らかに、
釣り具が足りてない。宣伝方向起動。これか、買い逃したのかな。掘り出し物買っておきましょうか。この後買えるのか。料理はね、基本でも買ってるはずなんで、釣り具ここで買えないんだっけ。ダメっぽいね。じゃあちょっと頑張ってみますか。ここなら釣れそうだな。それよし、来た。いい手応えだ。なんとかなりそうなんですが、難しいな。ダメか。しまった。ここな。それ。よし、来た。手応えだ。まあ、とりあえず取ろう。いけるか、いけそうで。ダメだ、しまった、ミスった。もうちょっとなんだけど、いけました。いい感じだな。ノーブルカルプか。パセラス。いや、苦労したな。ちょっと、間違えた。釣り具が買えるところがあったら、買いたいですね。